どうもこたろです。いやー、今日はですね、ここ室尾ダムにやってきてます。久々のね、おかっぱりの撮影ということでやってきたんですけども、初場所で前調べもほとんどしてなくてわからないですけど、まあ、ここの遊戯機がここで買えるっていうのだけはね、調べてきたんで、早速ですね、買ってやっていきたいと思います。じゃあ本日ブローダム編行ってみよう。では早速ね、買っていきたいと思います。こうやってね、自動販売機で売ってくれてるんで、すごく買いやすいですね。で、ここの1日入魚証っていうかな、これを買っていきたいと思います。でこれを買っていきたいと思います。出てきた。じゃん、こんな感じで出てきます。で、今日がいい日になりますように。ありがたいですね。ここに返してこれです。はい。で、これを基本的にはね、こうダッシュボードに入れといてくださいって書いてあるんですよ。入魚証は車のダッシュボードに置いてくださいってことなんで、これを買って、ポイントポイント移動するときにも車のとこに置いとけばいいかなと思っております。じゃあ早速行ってみましょう。よいしょ。はい、水辺に着いたんですけどね、もうこれが標準なんかな、結構減衰してるのかわからないですけども、ただ広い感じで、この岸際に石とかもあったりして、ちょっと面白そうっちゃ面白そうなんで、とりあえずね、早速やっていきたいと思います。釣れてくれるといいけどなやな。今日はもうなんかね、数はちょっと少なめにしてます。この一ケースだけ116でこれでやっていきたいと思います。ちょっと箱が浮いてんな。ちょっと届かんな。トラックできます。You make the money play.
かったよ。激しくじゃないけど追い食いみたいな感じ、岸切り。これいこう、これジムダンディ。ちょっと大きめで、あ、で、出かけた。あー、惜しい。いや、出たな、今のもまた弱いな、出んのが。まあまあサイズやったんちゃう、今の。今のモアンは良かったよ、結構。さあ、ちょっとポイント移動してみましょうか。ね、ここではちょっと、2回ぐらいチャンスがあったかな。でもなかなか、しっかり出てくれるってことはなかったんで、魚に触れることはなかったんですけど、ちょっとポイント移動してやってみたいと思います。いきましょう。足場高いからさ、ジェリーちょっと動かしにくかったりするから、ダブルスイッシャーで行こうかなと思います。ダブルスイッシャーでポーズ。これで出よ、よし。
ここここ、おスペルやん、頑張るからジムダンディで行こう。移動しますか。結構歩いたな。難しいな。どう降りてっていいか分からんぐらい急やな。うわー、でっかいカエルおった。きっしょ。はい、ビューグルでやっていきます。あぶおったからこれ見て。鬼山くんつけた。さあ行こう。食った、あ、ラインブレイク、食ったのにもう、うわ、うせやん、うわ、でかかった今の、ラインブレイクや、あのスナップのとこ、あれ浮いとる、うわ、でかかった、くっそー、いや、くっそ、マジか、いや、マジでかかったんやけど、見た、うーわー、くうわ、吐きそう今の、マジででかかった、奥からさ、ぐわー来てパコンって食って消し込んだんや、あの無音よ、無音バイトシュって、いやー、いや、そういうのじゃない、そういうのじゃない、いや、よかった、いや、今のやばかった、マジで今のマジででかい、あれはでかかった、マジで無事これ回収したけど、よかった、バスに刺さったまま回っちゃって、いやでもマジででかかった、いやもう本当にあの重さが普通にあのめちゃくちゃ重かったから、あれはでかい、マジで、いやつってへんで何とも言えやんけど、あの50近くあったと思う、少なくとも、うーわー、もったいね、もったいな、ねえ、こういうのもあるからちょっとラインチェック怠ったらあかん、普段しとんのにな、しんどすぎてこんなん全然せんくなってしまっとった、くっそ、悔しい、めっちゃ悔しい、いやほんまに、いやマジででかかった、あれはほんまにでかい、あー、つらいつらい、もう落ちないように、あっ、もう落ちないように気付けなあかんわ、もうこれ、はあ、
締めはラットにしよう。イエーイ、よし、ええ感じで飛んだ。よし、バロウ。はい、いかがだったでしょうかね。久々のおかっぱりでムローダムにやってきましたけども、まあ結果としてね、魚をキャッチするには至らなかったですけれども、まあ朝一反応がまあ2回ぐらい得られて、でまあ移動を繰り返してね、あのもうかなり結構でかいやつをかけてバラすというね、バラすっていうか、まあラインブレイク、まあラインチェックをね怠ってた部分があったんで、まあそれは自分の問題でねバラしちゃったっていうかのがあるんですけども、まあ結構でもだから楽しめたっすよね、おかっぱりゲームで。もうハイキングかっていうぐらいね足を使うと、そういうフィールドになるんで、まあ、足元本当にしっかりせなあかんなと思いましたし、ね、ライジャケットは絶対必須だなと釣りしてても思いましたね。今日の動画ですね、あのバスでかせやったねって思ってもらったらですね、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もしていただきまして、Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらの方のフォローもしていただけたらなと思います。じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。